皆さんこんばんは、アイです。このビデオでは西欧では幸せの象徴と言われているマジョラムの使い方について紹介したいと思います。マジョラムはヨーロッパでは幸せの象徴のハーブって言われてるんですけど、日本ではあんまり多分名前さえ知らない人もいると思うんですけど、オレガノの仲間です。香りもオレガノと味とかも似てます。似てるんですけど、オレガノは一番香りが強くて、マジョラムの方がもっと甘い香りがして優しい繊細な味わいになります。だから結構マイルドなのでどんな料理にも合います。ビーガンの人はこれをちぎってサラダにのせたり、あと私は旦那のミートボールスパゲティを作る時にこの葉っぱの部分だけちぎって練り込んだりします。でちぎるのもすごい簡単です。結構ローズマリーとかだったら一つずつちぎっていかなきゃいけないんだけど、このマジョラムだったらこうやってこう引っ張るだけで、ちょっとこれはうまくいかなかったんですけど、もう一本マジョラムだったらこうやって優しく引っ張るだけで簡単に葉っぱにできるので、こんな感じ、簡単に葉っぱと茎と分けれるので、他のハーブより使いやすいです。あとね、茎も結構香りがあるので料理には使わないんですけど、もういっぱい取れる人はお庭とかからマジョラムとかオレガノがいっぱい取れる人はこれ残しといて、乾燥させて、でお茶パックに入れたらポプリになります。ポプリとか、あと昔はこうミイラの防腐剤としてもマジョラムって使われてたぐらいだから、防虫剤、防腐剤として使えるので、この茎だけ取っておいて、乾燥させて取っておいて、洋服ダンスとかに入れるポプリにしてもいいと思います。私はもうちょっとしか使わないのでそういうことはしないんですけど、茎もね、有効活用できると思います。香りも味もあります。一回食べてみたことあるんですけど、茎も葉っぱよりは香りは少ないんですけど味があります。で主にこの葉っぱを料理には使うんですけど、私がおすすめの方法はこの何本か20分ぐらい煎じて寝る前に飲むハーブティーとしても、マジョラムは鎮静効果とか安眠効果がすごくあるのでおすすめです。結構私小心者なのか、よく不眠症になるんですけど、いろいろ心配事があって不眠症になっちゃうんですけど、カモミールティーも不眠にはいいって言われてるんですけど、私はバレリアンっていうハーブとかこのマジョラムの方が効果がありました。それは個人差があると思います。でメラトニンっていうサプリメントもすごいおすすめなんですけど、こういうハーブティーの方がやっぱりしょっちゅう飲んでも副作用もないし手に入りやすいっていうのもありますね。メラトニンは多分日本でアイハーブとかから注文しなきゃ買えないんですけど、国内で売ってないんですけど、マジョラムとかオレガノならハーブ屋さん、ハーブ売ってるようなお店とか行ったらいくらでも買えるし、庭でもお庭ある人なら簡単に育てられるので、マジョラムティーを寝る前に飲むっていうのも不眠症になりがちな人にはおすすめです。でね、乾燥させたいときは、たくさん買って乾燥させたいときはローズマリーと一緒でこんな風に何本か取って、ここタコ糸とか紐、ゴムじゃない方がいいです。ゴムは古くなると切れちゃうので、タコ糸とかこういう紐で結んで、こうやって洗濯バサミで挟んでしばらく置いておくとパリパリに乾燥します。その後葉っぱだけ外して瓶に入れて置いておけばお料理にも使えるし、ハーブティーもすぐ作れるので便利です。
でも料理に使うときは私はマジョラムはフレッシュな方が断然美味しいと思います。あんまりローズマリーとかベイリーフとかパセリはドライでも全然美味しいと思うんだけど、マジョラムとかあとなんだっけな、あれパクチー、パクチーとかパセリ、イタリアンパセリとかは生の方がやっぱりお料理に入れたら美味しい気がします。で、今日は旦那にホットドッグ作る時にこのマジョラムを2本取って、あとベイリーフもお湯に入れてしばらくウインナーをボコボコ煮てよくボイルして作ったら美味しいって言われました。やっぱウインナーは塩分とかそういう体に良くないものが含まれてるって最近よく言われてるので、私はもう焼かずによくボイルして旦那に出すときはそのように調理しています。すいません。あとですね、マジョラムはやっぱりハーブなので消化促進、食前に食べると食欲増進効果があって、食後に食べると消化促進効果があるので少量でいいのでパッと食べれるし、あとそういう風にウインナーと茹でてもそういう消化を良くないものを体の外に出しやすくしてくれるので、でかつ美味しくなる、結構イタリアンハーブミックスとかこのマジョラムが入ってることが多いんですけど、パンとかも美味しくなるし消化も助けてくれるので、うん、毎日の食生活に取り入れるのがおすすめです。あと一つ注意点は、あんまり濃く煮出して飲みすぎると頭痛とかの原因になるらしいのと、あと妊婦さんはやっぱホルモンに影響を与えるので飲まない方がいいとされています。あと猫とか犬にもマジョラムは毒性があるので、猫ちゃんがうちの猫は本当に何でも食べるんですけど、噛みつかないようにだけちょっと注意してみててあげた方がいいです。それかもう冷蔵庫、このまま冷蔵庫に入れて保存しちゃうか。でもやっぱ室温でちょっと太陽光が間接的に当たるようなところにこうやってお水をちょっとだけ入れて置いておくのが一番使いやすいし持つ気がします。ローズマリーとかはもう本当にちょっと水入れて置いておくと本当に何週間も持ちます。うん、もうめんどくさい人は冷凍しちゃってもいいと思います。悪くならないうちにたくさん買ったらそのまま冷凍しちゃうか、もう乾燥させちゃうかしてもいいと思うし、こんな風にプリンカップとかそういうガラスのカップに入れてお部屋のインテリアにしてもこの香りを嗅ぐだけでも幸せな気持ちになれるのと、あと不安を和らげたり鎮静効果があるので、今コロナでちょっと気持ちが落ち着かないなとかちょっと不安になるなって人はお守りとして置いておくのもいいと思います。これはちょっとスピリチュアルな話なので信じるか信じないかはあなた次第なんですけど、ヨーロッパでは結構このマジョラムはいろんな天使とつながる作用があるって言われてて、マジョラムのエッセンシャルオイルとかは結構そういうスピリチュアルな人はいろんな天使と話す効果があるとされていて、お守りとしてそのエッセンシャルオイルを持ち歩いてる人もいるみたいです。私もだからこう旦那がビジネストリップとかに行くときにこう数本取ってスーツケースの底に密かに隠して入れたりしてるんですけど、うん、これは信じるか信じないかは本当にその人次第だと思うんですけど、そういうお守りとしてちょっと持ち歩くのにもいいと思います。そのなんかこう守ってくれるハーブと言われています。あとこのハーブは愛と美の女神が生み出したハーブとも言われているので、恋愛も助けてくれるそうなので、ちょっと愛と美が欲しい人もマジョラム使ったことがない人も使ってほしいハーブです。香りはですね、何と言えばいいんだろう、本当に森林の香りです。結構いいバスソルトとかを買った時と
同じ森林の香りみたいな香りがして、けどなんだろう、結構シャープでミンティーなんだけど、でもそんなこうすごいきついわけじゃない、なんかオレガノよりも優しいハーブなので、ハーブがなんかパクチーとか苦手って人でも結構マジョラムはいけるかもしれません。参考になれば幸いです。ちょっとね、もう水を変えなきゃ、ちょくちょく水は変えてあげた方がいいです。ちょっと水を変えなきゃいけないのと、あと買ってきて切るときに水切りするといいです。じゃあまたね、バイバイ。